最近のデスク周りの話ってか、今までデスク周りの話ちゃんとしたことないから、今日ちょっとねデスク周りのお話しようかなと思っております。まずデスク、椅子、サブデスクについて。全然疲れなくて一生座ってられる。嘘です。でもね、最近ここに皮が破けてしまった。残念。配線をどうにかしたいんだよな。なんかくっついてるな。時間によってすごくかくつく日もある。今日はちょっと。そしてこんなところにキャプチャーボード。最近買ったのがこちら、ロジクールのヘッドフォン。これは2代目です。めちゃくちゃ音がいいです。あと見た目がスタイリッシュで、うん、かっこいい。ちなみにカメラはこちら、ここから私を映しております。そして今回ね、買いましたものがこちらのマイク。そしてちょっと遠いんだけど、ここにあります、オーディオインターフェース。初めてのマイクアーム型にしました。そしてオーディオインターフェースがこちら、 AG03 の M2 買いました。はい、ということで以上がね、まあ大体のデスク周りの機材でございます。多分有識者の方とかそういうのが詳しい方からすると、なんでこれはこうで、なんでこれはこうなんだ、なんでないんだとか、なんかいろいろあると思うんですけど、まあ知識がない割に頑張ってね、いろいろ吟味してお値段だったり性能だったり、自分の配信に合うものなのかとかいろいろ考えて買ってきました。結構欲しいものはね割と揃ってきたので、これからまた質の高い動画だったり質の高いライブ配信、ゲーム配信をねどんどんやっていきたいなと思っております。ではここまで見てくれてありがとうございました。